佐々木さん。いや、見つけました。生徒のことなら何でもわかります。僕は先生だから。忘れてたでしょ。君に知っておいてもらいたいことがあるんだ。そして君に教えてもらいたいことも。そう、卒業してしまう前にどうしても。僕にはね、どういうわけか、子供の頃から特殊な計算能力があって、13歳からアメリカの研究所で働いてた。私は自分でもそう思ってた。でも今から思えば、僕は計算機みたいなものだったよ。朝から晩までただ計算するだけの毎日だ。答えが何に使われてるかも知らず。まもなく僕の力をめぐって大勢の人が争うようになって、僕は人間に失望することになった。研究所を辞めて日本に戻ると、知らない土地を転々とした。完全な第三者として生きるために。もうこれ以上人間に失望したら心が壊れてしまうと、そう思ったから。ひどい人生だった。早く終わってしまえばいい、そんなことばかり考えてた。でも君と出会って全てが変わり始めた。君がいろんなことを教えてくれたから。春になれば、僕にも君と同じように暖かい風が吹いて、夏には一緒に汗をかいた。落ち葉の並木道を歩けば気持ちのいい音がするし、冬には寄り添う人の暖かさを知った。そして何より、僕が人である以上、人を愛おしく思わずにはいられないということ。そんな当たり前のことを知って、僕
の人生もそう悪くないと思えるようになったんだ。君は僕よりも随分年下だし、第一生徒なのに僕の人生を意味のあるものにしてくれた。僕はここにいるよ。もうどこにも逃げたりしない。かけがえのない人を見つけたから。君を愛してる。だから今は君の気持ちが知りたい。キス、それが君の気持ち、そういうこと？ドキドキしました。じゃあこれからは二人でちゃんと恋愛をしよう。もう僕は君の先生じゃなくなったけど、忘れてた。卒業おめでとうございます。なんだかちょっと妙な感じがする。いいさ、時間がかかるかもしれないけど、僕らならきっとうまくやれるよ。佐々木さん、ところでさっきの続きだけど。そう、また伝えたいことができました。君が僕に伝えてくれたのと同じ気持ち。目を閉じて。今がその時だと思うから、君にキスしたい。